モンベルのフォールティングファイヤーピット。この理由だけで決して買ってはいけません。後悔することになります。皆さんこんにちは。ポルノキャンプ、略してポルキャンです。私は前回の動画でこのフォールディングファイヤーピットにペレットを燃やした様子をお伝えしました。今回は〇〇な理由でこの焚き火台を買ってはいけない理由についてお話ししたいと思います。私のプロフィールです。ご興味ありましたら見ていただけると幸いです。それでは皆さん、〇〇な理由でこの焚き火台を購入してはいけない理由をいきなりお伝えしたいと思います。高い燃焼効率であるという理由でこの焚き火台を購入してはいけないということです。いやいやポロキャンよ、とうとう血迷ったか。二次燃焼の焚き火台なんだから高い燃焼効率で購入するのは当たり前じゃないかと思った方多いと思います。それもそのはず、皆さんご存知の通り、この焚き火台は独自の二重構造、深型構造にすることで高い燃焼効率を売りにした焚き火台です。私は去年からこの焚き火台を何度も使用したことがあります。そのため他の焚き火台に比べて燃焼効率が優れているということは実体験を通して理解しています。ですのでこの焚き火台に関して高い燃焼効率が嘘だっていうつもりは全くありません。そして高い燃焼効率の理由でこの焚き火台を購入した人を全く否定する気はありません。ですが燃焼効率が高いという理由でこの焚き火台を買ってしまうと、長期的に使用してきた私としては個人的に後悔してしまうんじゃないかなと思い、今回の内容とさせていただきました。じゃあなんで高い燃焼効率で購入してはいけないのって話になると思います。その理由をお伝えするために今回私は濡れた針葉樹を燃やしたらどうなるのか、濡れた広葉樹を燃やしたらどうなるのか、今回の燃焼結果をもとに高い燃焼効率を理由に購入してはいけない理由と、この焚き火台のおすすめポイントの3つに分けてお伝えしたいと思います。今回の動画を見ることでフォールディングファイヤーピットの燃焼のレベルを知ることができます。この焚き火台を購入検討されている方やすでに購入している方にも参考となる内容にしていますので、最後までご視聴いただけると幸いです。ポロノキャンプでは今回のように皆さんが気になるような情報をお話ししていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。濡れた針葉樹を燃やしたらどうなるのかというお話をする前に、まず濡れた薪を入れる理由についてお話ししたいと思います。当初は普通の乾燥した薪でも良いとは思ったんですが、高い燃焼効率を確かめるならやっぱり濡れた薪だろうと思い、濡れた薪を使用することにしました。針葉樹、広葉樹の順にした理由は、皆さんご存知の通り基本的に針葉樹は油分が多いため広葉樹より燃えやすいです。ですので燃えやすい針葉樹から燃やすことで段階的に燃焼のレベルを知ることができるのではないかと思い、この順番にしました。これぐらいの薪なら燃やしても大丈夫かなっていう目安にもなりますので、今後の参考にしていただけると幸いです。それでは濡れた針葉樹を燃やしたらどうなるのかについてお話ししたいと思います。ペレットが燃えて火力が安定している状態の中にこちらの濡れた針葉樹を入れたいと思います。最初は火力が安定している状態なので煙が多少出るぐらいです。このまま何もしなくても燃えるのかなと思ったんですが、だんだんと火が弱くなっていくのがわかると思います。火が消えそうになっているのでペレットを追加します。火吹き棒で風を送りペレットに火がつき、徐々に炎が立ち上がっていくのがわかると思います。皆さんどうでしょうか。いやいやポロキャンよ、最終的に濡れた針葉樹の燃焼の様子じゃなくてペレットの燃焼の様子になっていたじゃないかと思われた方多いと思います。これは大変申し訳ございません。当初の計画では何もしなくても針葉樹ぐらいなら燃えるのかなと思ったんですが、悪い意味で予想が外れてしまいました。あのまま放置していたら火が消える結果となっていたと思います。薪を入れる前にもう少し置き火状態のものを置いていたら、もしかしたら燃えていたかもしれません。とりあえず今回の結果で分かったことは、モンベルのフォールディングファイヤーピットに濡れた針葉樹を入れると多少煙が発生しながらも徐々に火が消える可能性が高いということになります。そして火を絶やさないためには乾燥した燃料の追加が必要であったり、火吹き棒なので風を通す必要があることも分かりました。つまり焚き火の途中で雨が降り多少薪が濡れたとしても風を送るなどの補助をすれば焚き火を続けられるという燃焼のレベルであるということが分かりました。ここで注意したいのが、この結果はあくまでも今回の条件下での推測となります。薪を入れる前の置き火の量や火力次第では
変動は出てくると思います。ですので濡れた針葉樹を入れて放置イコール火が消えるというわけではないので、そちらご理解いただけたらと思います。それでは次に濡れた広葉樹を燃やしたらどうなるのかについてお伝えしたいと思います。いやいやポルキャンよ、針葉樹で火が消えそうになるなら広葉樹なら間違いなく火が消えるだろう、もう見なくてもわかるわと思った方が大半だと思います。ほんとその通りだと思います。ですので無理して見なくても大丈夫です。ですが濡れた針葉樹と広葉樹を入れた燃焼の様子の比較はできますので、気になった方はこちらも最後までご視聴いただけると幸いです。それではこちらをご覧ください。先ほど針葉樹を燃やした同じ火力の中にこちらの濡れた広葉樹を入れたいと思います。水が滴るほどの濡れた薪です。どんどん煙が出てきて火力が弱くなっていくのがわかると思います。針葉樹と比較すると煙の量が全然違うのがわかると思います。このまま放置するとこれから火が消えると言わんばかりの状況です。風を送り燃焼の手助けをしたいと思います。ペレットも追加します。薪の位置も調整し下から入る空気は通り抜けしやすいようにします。いろいろ試すことで火力が安定していきます。さすが燃焼効率の良い焚き火台です。火力が安定すると煙が少ないのがわかると思います。皆さんどうでしたか？濡れた広葉樹を入れてみて案の定火が消えそうになりましたが、空気を食ったり燃料を追加することで火が消えずに済みました。針葉樹との比較ですが煙の量と火が消えそうになるスピードが明らかに違うのが分かったと思います。広葉樹だと圧倒的に煙が多いですし、あっという間に火が消えそうになります。そして再び火力を安定させるためにはとても忙しくとても大変という結果になりました。今回の結果を怪我で例えたいと思います。針葉樹は擦り傷、広葉樹が血が止まらないほどの怪我とします。針葉樹だと擦り傷程度なので処置は絆創膏を貼って終了です。しかも緊急性はないのでゆっくりと絆創膏を貼ることができます。ですが広葉樹の場合は違います。血が止まらない怪我なので止血して傷を塗って絆創膏を貼るなど多くのことをやる必要がありますし、スピード感も求められます。つまり濡れた広葉樹を入れると緊急性が高くなるので入れることはお勧めしない燃焼のレベルと言えます。ですがスピーディーに適切に対処すれば火力を戻すことができるレベルです。これまでのことを簡単にまとめたいと思います。この焚き火台に針葉樹広葉樹を問わず濡れた薪を投入すれば火が消える可能性が高いです。ですがきちんと対処すれば再度火力を安定させることができるし、火力安定時の煙は少ないということになります。濡れた薪を入れたことによってモンベルのフォールディングファイヤーピットの燃焼のレベルを知ることができたと思います。それでは次に高い燃焼効率だけで購入してはいけない理由とこの焚き火台のおすすめポイントについてお話ししたいと思います。賢い皆さんであればすでにお気づきかと思います。この焚き火台燃焼効率は確かに高いと思いますが、濡れた薪を入れても何ともないというほどの燃焼効率の高さではありません。そして広葉樹を燃やした時に気づいたんですが、太い薪を真横に置くと空気の循環が悪くなり燃焼効率が一気に落ちます。真横ではなく角度をつけておき空気が入りやすい空間を作る必要があると思いました。つまり何も考えずに適当に薪を置けないということです。これは当たり前といえば当たり前のことなんですが、この長方形の箱型の形状と高い燃焼効率を考えると何も考えずに薪を置きたくなる人が多いのではないでしょうか。ちなみに私はそう思った一人です。私はユニフレームの焚き火台やピコグリルの偽物アイアンの焚き火台も持っています。これらの焚き火台に比べて高い燃焼効率があるのは事実ですが、ズバ抜けて燃焼効率が高いという印象はないです。しかも2021年現在では二次燃焼構造でなくても高い燃焼効率の焚き火台がいくつも出てきています。これらの理由を考えるとモンベルのフォールディングファイヤーピットを高い燃焼効率という一点で購入すると後悔する可能性が高いのではないかと思い、今回の理由とさせていただきました。そしたらポロキャンよ、この焚き火台はおすすめしない焚き火台なのか、買わない方がいいのかって思われる方いらっしゃると思います。そんなことは全くありません。むしろ私はとてもおすすめな焚き火台だと思っています。私はあくまでも高い燃焼効率という一点の理由で購入することはおすすめしないと言っているだけです。それではこれからは
この焚き火台のおすすめポイントについてご説明したいと思います。複数の焚き火台を所持し、何度もこの焚き火台を使用してきた私が考えたおすすめポイントです。他の焚き火台と比較した上での感想となりますので、最後までご視聴いただけると幸いです。実は私、この焚き火台を万能焚き火台と名付けています。名前にセンスがないのは分かっていますが、この名前を付けたくなるほど万能な焚き火台なんです。どう万能なのかと言いますと、高い燃焼効率という特徴の他に理由は3つあります。薪を切らなくていい、手軽に準備収納ができる、調理がしやすいということです。薪を切らなくていいというのはあえて言わなくてもいいとは思いますが、この焚き火台、ある程度の市販の薪のサイズであればそのまま入れることができるということです。次の手軽に準備収納ができるというのは、この焚き火台、ワンタッチテントと言わんばかりの簡単に素早く準備収納ができます。収納時もコンパクトなので、持ち運びや保管がめちゃめちゃ楽なんです。私が持っている焚き火台の中でこれはダントツな楽さです。さあ、これから焚き火でもするかと思った時に、設置から火付けまで 1,2 分程度でできるレベルです。この手軽さを一度体験してみると、他の焚き火台の準備が面倒だなと思えるほどです。つまり他の焚き火台では味わえない手軽さを持っているということです。すぐに調理がしやすいということですが、この焚き火台、長方形になっているので弱火、中火、強火の場所を簡単に作ることができます。つまり火力調整がしやすいということなので、とても料理がしやすいということになります。専用の五徳を使うと、その火力の場所に置くことができますし、隙間から薪の追加もできるので、より使いやすくなります。普段料理をする方なら、この火力調整がしやすいということはいかに重要かわかると思います。例えばご飯を炊くなら、最初は中火か強火、その後は弱火にすると、より一層ご飯を美味しく炊くことができます。逆に強火しかないとご飯が焦げてしまって、最悪食べられなくなります。いやいや、俺は焚き火料理なんかしない、コンロを使ってつまみを回して楽して火力調整をするんだって方いらっしゃるかもしれません。それはそれでいいと思いますが、そういった方でも炭火でバーベキューする人はいるのではないでしょうか。これがあるかないかで肉のうまさが全然変わります。外カリ中じわっていうのは、まさに絶妙な火加減でできてこそのなせる技です。しかもこの焚き火台、焼き鳥が焼きやすいちょうどいい形なんです。そして燃焼効率が高いので、簡単に炭に火がつきます。今日は天気がいいから庭でバーベキューをしようと思っても簡単に準備をすることができます。火力調整がしやすく、炭火との相性もいいので、調理がしやすいということをご理解いただけたのではないでしょうか。この焚き火台、二次燃焼という高い燃焼効率があるということで見落とされがちですが、この薪を切らなくていい、手軽に準備収納できる、調理がしやすいという3つの特徴があることで、とても便利で万能な焚き火台として扱うことができます。つまり高い燃焼効率であるという理由のみで購入すると後悔する可能性はありますが、高い燃焼効率のあるコンパクトな万能焚き火台として捉えていただけると、後悔のない素晴らしい焚き火台となるということです。皆さん、いかがであったでしょうか。今回の動画ではモンベルフォールディングファイヤーピットの注意点やおすすめのポイントについてお伝えしました。今回の動画を一キャンパーとしての皆さんの参考になれば幸いです。ポロンのキャンプでは、今回のように初心者キャンパーを中心に、多少費用がかかっても手軽で快適なキャンプをする方法を発信しています。 Twitter や Instagram もしていますので、 YouTube を含め登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは素晴らしいアウトドアライフを。